はい。やるま運動です。走ったらいい感じかもね。マスブラック。ジャンクも遠くから見てるよ。朝もね、ジャンクはね、一回走っただけだった。これジャンクの好きな紐っぽいな。おちゃんは乗らない。あの、ね、もうちょっとね、引きずったりで止めたりね、いろいろしないとね、難しいんですよ、本社の。ひな祭り、今日は3月2日なので前日ですね。おひな様の前日。これはあれ？あ、それはパステルではない、うん。何かと申しますと、これでーす。我が家では普通に、家庭用品として扱われる。そこまでじゃない、うん。これからですね、この、あ、このじゃないよ、君じゃないよ。え、この子でいいんだよ、うん、こっちです。あ、なんだ、そういうこと。このひな人形ですね。これとこれ両方でお代理様だって NHK でチコちゃんが言ってました、うん。この人形に絵付けをするのがマオイママさんです。このネリネリしたのはクロケンおじさんでございます。でもさ、うん、よく考えたらジャン君難しいと思った。うん、なんていうかな、抽象的にでいいと思うよ。そう、うん、細かくやるとそれらしくなくなっちゃうので。このジャン君の顔難しそうだなと思って、うん。はい、じゃあ今日はその模様を、なんて言うんだったっけ、タイムラプスで後で収録します。Thank you.
できません。画面にちょっと見せてください。まだできてません。はい、頑張ってください。しかもジャン君は変になりそうです、うん、やばいっす。ロケンおじさんはだいぶ眠いです。いい、何年ですって。